入っておりますが、今お入りの方とか一斉に入っておりますし、こんにちは、ようこそお越しくださいました。
前回よりも午前中の時点で投票率が高くなっているということですので、今国書の中ですが、一人でもたくさんの方に投票所に足を運んでいただきたい、そう思っております。ご存知でしょうか？ガラリーもないのはあるよ。まあ、ぬいぐるみみたいなもんですね。お前これキー言われたら、まあ、嫌ですとは言えん。それでちょっとお分かりいただけるかどうかなんですが、これ分かりますか？この私今回4回応援に行かせていただいたんですが、まあ、蓮舫さんといえば香川にも何度も来ていただいてるんです。ちょっとでも恩返ししたいという思いもございました。それから小池都政ももちろんいいこともあるんでしょうけれども、いろいろと神宮の森を切ったり、まあ、いろいろとこれからの時代を睨むとちょっと軌道修正してもらわないか。介護離職している方も小池さんが知事になってからずいぶん増えてるんですね。それから30代40代の若者が東京で子育てできないと言ってどんどん外へ出ていってるんです。それぐらい含めてちょっと都政の転換が必要だろうという思いもございました。でそれにしてもですね、4回行ったんだ。これおととい東京大田区西の方ですね、蒲田という駅がございまして、そこに午後6時に集まられたこの平日の夕方です。もう数えられるのです。まあ、本当にすごい熱意で応援くださる方々がいらっしゃいました。で私4回応援に行かせていただいて、終わって初めて感じたんですが、まあ終わって肩の荷が下りたというか、ものすごい重圧だったんだなということが終わってみてよく分かりました。もうこれだけの、まあ、これ全部知らん人なんですよ。地元でお世話になっている方とかいうわけでないので、みんな知らん人、ほとんどが。もちろん東京の後援会で駆けつけてくださる方もいらっしゃるんですが、そこで今回の都知事選の意義とか、あるいは蓮舫さんの良さとか、あるいは小池都政の問題点について、まあ、多少なりとも熱意を持ってお伝えするというのは、まあ、すごい重圧を自分自身感じてたんだなということを終わって感じたわけですが、ということは逆に言えば修行だったと、すごい修練の場にもなったということで、本当に感謝に堪えません。それにしても私途中言うたんですけど、この人に果たして応援弁士いるんかという問題です。これだけその花のある実績と知名度のある人に、だからまあ言うてみると太陽の横で蛍光灯を取ってらっしゃるような思うんですよね。本当にそういう気恥ずかしさを感じながらでしたけれども、まあ、とにかく務めをしっかり果たさせてもらおう。あとは今日の結果、なかなか報道によりますと小池さんがどうもリードしている、先行しているという報道もございますので、決して予断を持って何か抜かれるようにしているわけではないんですが、まあ、仮に結果の以下にかかわらず今回蓮舫さんが挑戦を決めなかったら、いかにしらけた都知事選挙になっていたか、蓮舫さんが立候補を決めたことでいかに都民にとって選択肢がきちんとある状態ができたか、その意味でもちろん最後の最後まで勝利を狙ってはいるんですが、勝敗に関わらない大変大きな意義ある戦いだったということを振り返って感じております。ちょっと先を急がせていただきます。今国会では初めて決算委員会の委員長として務めを果たさせていただきました。なかなか委員長職というのは与野党双方の言い分を聞かないから立場でございまして、加えて予算委員会など国会で質問に立つことができないんです。本当は政治改革とか、あるいは去年の防衛費の倍増とか、ちょっと岸田さんもむちゃくちゃじゃありませんかということを熱意を持って質疑に立ちたかったというのが本音です。非常に辛抱のいた国会でした。とはいえ委員長としての職責もやっぱりこれ経験してみないとわからないことも多々ございまして、そういう意味では与野党双方の言い分をよく聞きながら委員長として務めをさせていただいたというのを、一つの糧、経験、これも減らなければならないことであったということで、こうしたお役をいただけたのも本当にお地元でこうして支えていただける皆様のおかげさまでして、この点は辛抱がいった日々でしたけれども、非常に感謝いたしております。ちょっとあれぐらいになりますが、これは皆さんですね、指名手配ではないんですけど、それに近いぐらい、やっぱり本当は自ら
本当のことをきちっと国民に言って、そして秘書のせい、人のせいにせず、納税をしてもらって、場合によっては自ら国税当局や検察当局に出頭して事情をお話ししてほしいというぐらいの思いで、もうみんな偉い人ばっかりですよ、本当に名前の売れた偉い人ばっかり、こういう人たちが積み重ねてきたことが、まあ多分日本の政治の信用をどこまで落ちに落ちさせ、力がないっていうんですか、まあ、とっとり一遍の今の日本社会があると、非常に責任が大きい、そう感じております。2、3ちょっと質問で、ご報告したいんですが、まず今回割りとした人が80人超えてるわけですね。で総額は6億円です。過去ロッキード事件が5億、リクルート事件が6億ですから、規模においてはそれに匹敵してます。そして80人ということですから、裾野の広がりは過去の帰国事件をはるかに上回るということです。ですから規模においても広がりにおいても非常に悪質だったということです。で問題の一つ目は、全員、ほぼ全員、私は知らなかったと言いましたよね。引き出しに何千万入れてました。秘書がやってました。事務所に任せてました。制御責任者が悪いので捕まったら、候補者は自動失職を目指せと言います。今回は選挙があり、本人の責任だと、本人の監督責任になる。いや、通常ですよ、秘書さんが本人に黙ってそんなことすることは絶対ありませんから、絶対秘書のせいにしてるんです。だからそういうことを許さないという意味で連座性が今回減ったんです。それは私、半歩前進だったと思います。ところが抜け道がありまして、またちゃんと監督しておりましたと言われると、無罪放免になるという規定が入っているわけですね。それはなかなか立証のしようがありませんね。監督きちっとしとったかしてなかった。でそういうことを許さないのが公職選挙法の規定ですから、日常の政治活動においても連座制で言い逃れや抜け道を作る必要はなかった、むしろ作るべきではなかったというのが今回半歩前進、しかしまあ何とか後退というのが一つ目です。もう一つ、資金パーティーが今回の問題なんです。昔100万円まで名前を出さなくていいことになってました。それが引き下げられて20万円になって今日に至っています。ところが献金の場合は5万円から名前が出るんですね。で資金パーティーは今実態から言うと 90% 以上利益になると言われていまして、つまり自民党さんの資金パーティーってみんなもう言われたら買わざるを得ないから、まあ、無理やり買わされるわけですが、こうでも来るなと、金だけ振り込めとかいうことがまず多々あるのが一つ。行ってもコーヒー一杯2万円とか水一杯2万円とか、そんなことが多々あるわけです。ということはこれ寄付と変わらないやないかと、無理やり献金させられてるようなもんやないかと、なんで片や5万円片や20万円まで名前出さんでいいんだと、これは少なくとも5万円に揃えるべきだという議論があり、今回それは達成しました。ただし施行が3年後ですから、3年間好き放題やりたい放題を、それは今回の事態を招いた責任のあり方として非常に不十分だと、直ちにやれと言うべきことではないかと私は思います。そして画面上にあるのはちょっと字が細かくて申し訳ないんですが、これ二階さん、毎年10億円もらってるんですね。お聞きになった方も多いと思いますが、いわゆる政策活動費です。党が党幹部に毎年何億というお金を垂れ流しして、そこから先どうなったかわからない。昔、金丸信さん、家の押し入れから、あれ60億ぐらいだったかな、金の延べ板が出てきたということがありました。まあ、もっともらしいこと言いますよ、金密費がどうだとか、何々には。必要経費があるんだとか、もうとらしいこと言うけど、不正蓄財してるかどうかも分からんわけですよね。まあこんなお金の使い方がされてること自体、なんで政治家だけそこまで特権があるんだと。民間では納税するときに経費としてこういうものがかかりましたと。領収書、
ビタ1も負けてくれるわけです。で、ちょっとテレビ番組の中で申し上げましたんですが、使途不明金って民間にもあるんですね。だけどこれは金額と日付と支出先を借りて、目的は曖昧にしますが、法人税を払うんです。これはその分税金負けてくれないのが使途不明金なんです。そういう形で、つまり簡単に分かりやすく言うと、課税されないなら公開しなさい、報告しなさいってことなんですね。民間であれ政治家であれ、課税されないなら、課税されないなら公開、非公開なら課税なんです。課税された後の所得で、あんた個人的にどこで何行こうかなと言われることはありませんよね。それは個人所得税でも一緒です。課税なら非公開、ね、すいません、だいぶ疲れてる。課税なら公開、非課税なら、あ、じゃあ相当痛めますね。課税なら公開、そこ課税なら非公開は許される。非公開なら課税の使われるんです。そう、まあ、そう、すいません、あの本当にシンプルに言えばそういうことです。税金払うなら公開せ、税金払うなら非公開もあり得る。これがもう世の中の大原則で、政治家にも例外は認められるべきじゃないってことなんです。これはですから、今回政策活動費については10年後公開ということになりました。誰が10年後責任持てるんやと。でまた10年後に枠に塗りつぶしたような修行書を出してくるんちゃうかと。まあ本当にこの秘書のせい、それから5万円かどうかの話、それから政策活動費、いずれも非常に中途半端でグレーゾーンを残す結果になっちゃう。政治も変えないと、これ進めないんだろうなということが今回の最大の結論だと私はそう感じているわけです。報告したいと触れがここ2年3年続きました。もう真ん中行っても、どこ行ってもどんなですか、大体体感で言うと2、3年前と比べて何でもが 1.5 倍ぐらいになりませんか。もう お刺身からレトルト食品から様々なものが大体 1.5 倍ぐらいになってるなというのが私感じていることなんです。で、物価が上がってるわけですが、現役世代はなかなかこれ賃金が名目では少々上がっているんですけど、物価上昇に追いついておりません。したがっていわゆる実質賃金、物価上昇を差し引いた賃金は25ヶ月連続低下し続けていると、国民はつまり貧しくなり続けているという傾向が今でもずっと続いております。そして年金なんですが、実は、久々にといいますか、2.7% 年金は上がりました。額面ですね。ところが、その計算のもとになった物価上昇率は 3.2% なので、物価は 3% 上がった。年金は 2% しか上がってない。ということは、現役世代と同じですよね。やっぱり貧しくなり続けているわけです。で、これには私はもう、本当にこの30年、いわゆる失われた30年の矛盾と問題が全部こういう形で吹いていると感じておりまして、一つの決定的な要因は円安になっていることです。アベノミクスが始まる前、1ドル70円、今160円ですから、もはや円の価値は半分以下になったということです。外国から今たくさん観光客来てますけども、まあ、とにかく日本は安い、日本は安いというわけです。なんかありがたいんか情けないんか惨めなんかわからないような気持ちになります。それを聞くとですね。そして安くなった円で高くなった食料と油を買っています。食料の輸入比率は7割近いです。逆に言えば自給率は3割台ということです。エネルギーの輸入比率は9割を超えています。1割しか自給できていないということです。なぜ日本はもっと農林水産業をしっかり支援して食料の国産化、自給力を高めることにもっと必死になってこなかったのか。
なぜ日本は再生エネルギーを中心に電気、ガスはじめとしたエネルギーの国産化にもっと本気になってこなかったのか。ですからこの円安の背景には莫大な財政赤字があり、諸外国もインフレなんですよ。インフレなんですけど金利がついてますから、預金してたら金利がつくということが世界の標準ですから、日本だけなんです金利がつかないの。これは莫大な財政赤字とも関連しています。そして莫大な財政赤字の背景には社会保障制度の行き詰まりがあります。そして社会保障制度の行き詰まりの背景には極端に進んでいる人口減、少子化、そして超長寿化、高齢化の問題があります。つまりこうした本格的な問題に全く手をつけずにその場をやり過ごしてきた日本の政治が現在の時代の、いろんな矛盾、いろんな副作用の全ての根源であると言わざるを得ない。そしてその政治は長らく裏金に手を染め、自分たちの権益とか自分たちの利害相当を引き下がった、そんな政治がこの国にしてきたというのが、私はこの裏金問題の実は本当の真相だと。単にあいつら金もらって悪い、税金払うから悪い、それもそうなんですが、そういう政治によってこの社会が歪められてきた、遅らせられてきたというところに本当の問題があるということを私は強く感じております。国際社会についても少しだけ触れさせてください。本当にこれもう見ただけで土壇してこの人たちときちっとした対外関係を作っていくか、非常に難しいですね、正直。それからいいことというのか希望を感じることも合わせてご報告すると、おとといイギリスで14年ぶりに政権交代が起きました。保守党というのはどちらかというとお金持ちや有力者でいると言われています。労働というのはどちらかというと労働者階級、一般庶民、一般国民、一般生活が支持していると言われています。保守党政権が14年やっていろいろと行き詰まりが出た結果、労働党政権が今度できたということで、多分ですが雇用政策とか社会保障政策とか教育とか暮らしに関わることにより保守党政権よりは光が当たっていくのではないかと。海の向こうのことながら、さまざまな腐敗とかさまざまな汚職とか、今回の裏金問題もそう、安倍政権の時から考えれば守りも何に政権が変わらないと、こういう海というのは絶対に排出することができません。で、生身の人間が権力を行使しているわけですから、汚れない、汚れないはずがないんですね。己の損得、欲得を完全に離れた人間はいませんから。だから10年から15年で定期的に政権交代できることがいかに健全かということをモデルであるイギリスが今年証明してみせたということになります。そして本日、東京都知事選挙なんですが、フランスの国会で、今度は国会議員選挙が行われており、それの決選投票日なんです。右派勢力、右翼勢力とリベラル勢力とが攻め合っているんですが、私、羨ましいと思うことが2つありまして、1つは、決選投票という仕組みがあることが羨ましいと思います。つまり、候補者が乱立すれば、どうしたって、民意の集約ができないわけです。今回の都知事選挙も誰が1位になるのか2位になるのか分かりません。だけど50人も立候補してるわけですから分散しますよね。そしたらそこの中で頭一つ抜けた人が自動的に都知事になっちゃうわけです。2位の選挙の民意に誕生していくということになるわけで、フランスの国会議員ではこういう決選投票制度があるということが一つ、これは参考にすべきだと、今後日本のあり方を考えるときにですね、と思っているんです。もう一つ羨ましいと思うことは、この決選投票にあたって右翼勢力、右派勢力が伸びることを、喜んでる人もいるんでしょうが、非常に懸念している人たちもたくさんいます。で、その時にいわゆる中道勢力といわゆるリベラル勢力が候補者一本化しようじゃないかということで、決選投票の時にお互い譲り合っているということが見えているんです。
200を超える選挙区で一本化することで右派勢力の伸長を牽制する伸びを抑えるということに中道勢力と左派勢力が協力をしているという姿が見えて伝わってきています。日本もまあ野党同士でお前が悪いこいつが悪いあいつはいかんどいつはいかんと野党同士で やり合ってる姿そのものが私は情けない。もう自民党さんが長年ずっと権力握ってるわけですから、それで行き詰まったり腐敗が見えてることは明らかですから、じゃあ野党のあんたたちはどうするんだということに答えようと真剣になればなるほど、お互いの違いを争わしするよりも何だったら共通してやっていけるのか、どこだったら協力できるのかという姿勢が国民に伝わってこそじゃないのかと、フランスの今日の投票をこれも注目したいと思いますが、そこに私どもが参考にすべき大いに参考にすべき教訓があるというふうにも感じております。ちょっとあれもこれも言っております。最後に国会が終わってこう決算委員長としてかねてから見たい国内のどうしても見たいところが3カ所あるから決算委員会の理事会で国内調査に行くぞということでリーダーシップを取らせていただき、国内でどうしても見たかった3カ所を見てきましたので、もう決めて確実にそれをちょっと報告を得たいと思います。島根県沖合に日本海側に沖ノ島というのがあるということはご存知の方もいらっしゃると思います。その中に海士町という2000人の町があります。ついこの間プロジェクト X で海士町の奇跡という番組が放映されたんです。もしかしたらご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。人口2000人の島なんですが、非常に高齢化と人口減、そして高校の閉鎖、財政赤字、莫大な財政赤字、いろいろな危機に見舞われていたのが海士町でした。ところが立ち上がったのが新たに就任した民間出身の町長でした。まず町長が、まず俺の給料から削れと 50% 削ったんです。そしたら町の幹部が 40%、 そしたら職員組合が、私ども1割から3割削ってください、普通職員組合は賃上げしてくださいというのが職員組合、いや私どもも削ってくださいと職員組合が言うてきた。そしたら今度町の老人会が、老人会に支給されている補助金を返させてほしい。それで町の今度町営バスを利用している人たちがバスの料金値上げしてもらえんかと言うてきた。まあそういう形で町長の決意の隅々、町の隅々に伝わった結果として、毎年2億円の新しい財源が生まれたんだそうです。その2億円の財源で今度は島の学校もう100人こじゃあ子供たちを島留学で募集しようじゃないかと、そしてその子供たちを島の子供たちの育成を見守るじゃないかという取り組みを行った結果、100人に減っていた子供たちは200人になり、半分以上が県外の子供たちという形で島がにぎわい、今度はその延長線上で大人の島留学、成人した人たちが島へ来ていろいろな農林水産業とか役場への補助業務とかさまざまなことに携わるチャンスを空き家を利用して県外の若者たちを呼び入れることに使ったんだそうです。そしたらなんと今私が注目しているのは、日本はすごい人口減じゃないですか。去年1年間で80万人減ってるんですね。80万人ということはお隣徳島県の人口と同じです。ということは去年1年間で徳島県がなくなったのと同じなんです。日本で人口減が止まってるのは2カ所だけ、東京都と海士町だけなんですね。町の住民の 20% は県外の人、町の高校のさっき申し上げました 50% は県外の子どもたち、町役場で働く人の 60% 時代を
まあ、一番時代の最先端に自ら生まれ変わっている。その変化の最初の起動スイッチは、町長が自らの待遇に厳しく、自らに厳しくしたことが全ての改革の出発点だった。私は今ある意味です、日本は世界のアマチュアだと思っているんです。アマチュアが日本の希望になりつつあると同様に、日本は世界の希望になれる可能性がある。そのための変革が今求められている。このアマチュアに行ってつくづく感じたのは、役場の職員の若さ、士気の高さ、そして移住してくるのはほとんどが20代30代の女性なんですね。彼女たちが目を輝かせながら、都会では自分を部品のように感じたりと、ここでは人生の全てが見えるような気がするんですと生き生きと語る様子に、この島の挑戦、そして意気込みを肌身に感じて、すごく可能性と希望を感じました。これを日本全土に広げていかなきゃいかんなということを思ったところです。これがまさに島に移住してきた若い人たちなんですね。そしてもう一つだけ、もう一つ報告したいのは、鳥取県に青少海地高校という私学が10年前にできました。私たまたま民放の特集で見かけたんです。何を見かけたかというと、この高校では子どもたちに自ら考えさせる教育を行っているという特集でした。私それ以前の小川さん、日本の教育についてどう考えているのということをよく質問を受けてたんです。その時に決まってこう言ってました。私も、私の上の世代も下の世代もみんな、たった一つの正解にいかに早く効率的に間違いなくたどり着くか、そういう訓練ばっかり受けてきた。だけど今の時代、正解ってありますかと。なんかいい学校に入って、いい会社に入ってみたいな、いわゆる昭和のモデルですね。それはもしかしたら当時の正解の一つだったのかもしれない。だけど今の時代もそんな正解ってないじゃないですか。むしろ自分で問いを立てる力、自分で説明する力、そういう力をこそ子どもたちに伸ばしてはいかんと思いますと、私彼らでそう思っていたんです。ある日見た民放番組で衝撃を受けました。この10年前にできた私学ではまさにそれを実践していたんです。例えばその時特集された課題はこういう課題でした。明治維新とは革命なのか革命じゃないのか考えてきなさいと先生が子供たちに言うわけです。グループに分かれて、まあみんなそれぞれいろいろ調べたり話し合ったり考えたりしてます。これ明治維新は革命なのか革命じゃないのかと聞かれたら、おのどきますよね。そういう訓練を我々は受けてませんから。革命とは何なのか、じゃあ例えばイギリス革命やフランス革命とどう違うのか、イギリス革命、フランス革命はどういうものだったのか、日本の明治維新はどうなのか、自分で調べて考えを整理する以外に道はないわけです。子供たち必死でいろいろやって、結果あるグループは明治維新は革命である、なぜならカクカクしないじゃないから、あるグループは明治グループ内に報告していました。でここで大事なことは、両方正解だということだと思うんです。どっちかが正解、どっちかが間違いないということ、これを実践している高校時代と思って行ってきました。そしたら出てきた校長先生が43歳でした。もうあたかもいわゆる最先端の IT 企業の社長さんでしたというような雰囲気を持った校長先生が出てこられて、で特筆すべきはですね、これあの図書館で雑談してるみたいに見えますよね。これ授業中なんです。で校長先生が私らに言うんですね、授業に入っていってください、何でも子どもたちに聞くことを聞いてコミュニケーションを取ってください。
それ授業の邪魔になりませんかと言いましたら、遠慮せずとってください、それ自体もまた子どもたちにとっての学びですからということで、本当に自由な空気なんです。子どもたちがもう目キラキラさせて、うちのお父さんお母さんがこんな高校があるんだったら俺も行きたかったわ言ってますとそういうことが子どもが言うぐらいの状況なんですね。そして特筆すべき、これ校舎ですこれで特筆すべきは字がちっちゃくてすいません、中学校1年生から高校3年生まで6学年がいる中高生徒数300人に対して教員数、つまり生徒10人に以上の先生がいるということなんです。で1クラス20人以上なんです。僕らはもう40人とか50人でハコベントみたいに詰め込まれて、もうひたすら暗記生とか計算生とかばっかりでしたでしょ。これはできませんよね、子供たちに考えさせるとか発表させるとか、1人で40人も50人もできん。20人のクラス、しかもトータルで10人に1人以上の先生がいる。で、この考える探究学習というんだそうですが、それを高校生であれば3年間自分の興味関心に従って地元の企業といろいろなところと話し合いながら研究を深めて一つの論文に仕上げていくんだそうです、高校3年生の時に。でその論文は全て図書館に全部収められており、入学してくる後輩たちが先輩はどんなことを学んだのかな、研究したのかなということを参考にして、また学びが次々と受け継がれていく。そして大学受験では1割の人が海外の大学、2割の人が国公立、4割の人が私学に、いわゆる最近ありますよね、論文入試とか総合入試とか、単にマークシートとかなんとかじゃなくて、その人の総合力を見ようとする入試があるじゃないですか。あそこで大量に進学していくんだそうです。こういう高校ができ始めていること自体が私は日本にとっての希望だと思いますし、これを全国に日本中に広げていかなきゃいかん一つの希望の種だということをすごく感じておりますのでご報告し、最後のご報告です。今日はこれその論文です。これ授業中です。これ遊んでるわけじゃないんです。子どもたちがいろいろお互いに自由な感じで話し合いながらいろいろと探究を深めている様子なんですね。こういう学校があるんだということをぜひ知っていただきたいと思います。で最後3箇所目、ここも絶対に見たいということで行ってきたのが風力発電なんですが、これ海の上でやってる長崎県の五島列島というのをお聞きになった方がいらっしゃいます。五島列島沖で風力発電なんですけれども、ちょっと基礎的なことを、日本は山がちですよね。山が多いですね。大体7割が山だと言われています。3割が平地です。3割の平地のうちの1割農地です。残りの2割が市街地、宅地、荒れ地になっています。で今いわゆるメガソーラー、大規模な太陽光発電所が出てくるようになりましたね。香川県の場合はため池にもつけたりしてます。ところが最近ちょっとお見かけすると思うんですけど、山の急斜面削ってまあアクロバティックに太陽光発電をつけてるところがまあまあ見られるようになりました。これはもう平地が狭いから、日本は平地につけられなくなってきてるから。で一つの自然環境の問題、景観の問題、地域の安全性の問題で大きな問題になりつつあります。実はヨーロッパもだいぶこの太陽光発電進んでるんですが、すでに平地面積あたりでいうと日本がヨーロッパを超えてるんだそうです。平地面積あたりでいうと、だから端的に言えばこれ以上つけるところは大丈夫です。私はあの家の屋根はもっと続いてしかるべきだと思っているんですけど、まあ、それ以外はですねもう難しいな。問題は風力なんです。揚力発電が来ています。ところがそのほとんど全ては着床式といいまして、
洋上風力なんですね。それで風で切るのかというと、海が遠浅だからなんです。日本の近海は、まあ、東日本大震災の日本海溝によって起きたわけで、四国でも南海トラフ、海溝よりはちょっと浅いけれども、大きな海底の溝があるわけですね。つまり一言で言うと、日本の海は深いわけです。遠浅の海岸はほとんどないんです。そしたら太陽光はつけられない。これ以上この着床式もできない。もう残された道はたった一つ、浮体式の洋上風力なんです。浮かんだ方式の洋上風力なんです。これ見ていただくと普通の洋上風力に見えますが、実はこれ海の上に浮かんでるんです。どういうことかと言いますと、釣りをされる方、浮きありますよね。浮きってこうやって立つんですけど、下半分が海に沈んで上半分が海の上に出てるわけですね。そういう状態なんですこれ。どうやるかというと、このパイプを作って船で海の中に海水を入れて立ちますよね。で、立ち上がったところで羽をつけるんです。この浮体式洋上風力を、日本の海洋面積は世界第6位の海洋国家と言われています。もしきちんと区画整理して作っていけば、今供給している総電力の 2.5 倍の電力供給ができると言われています。しかもこの浮体式の洋上風力はまだまだ世界で普及していないので、仮に日本が先行すれば強力な輸出品になる可能性もあるわけです。それぐらい私はこの浮体式洋上風力に大きな可能性を感じています。ところが今日本で動いているのはこの一機だけなんです。長崎県の五島列島沖で誰がやっているかといいますと、戸田建設さんなんです。民間事業者に任せているんですね。そしたら民間事業者としては儲かることはできるけど、儲からんことはできんでしょう。例えば昔を振り返ると、鉄道を引いたのは国家じゃないですか。民間に鉄道を引けと言われて引けますかってことでしょう。郵便を作ったのも国家、電話や電信を引いたのも国家、後に民営化することはありえますよ。だけど最初にこれは国策だと、国を挙げているんだということを言うべきなのは政府であり国家ですよね。私はまさにこの浮体式洋上風力は国家プロジェクトとして、国策として大いに進めるべきだという非常に強い考えを持っております。その現在のこの五島列島、3万人の島なんですが、今あの羽一つでだいたい電気代の2割から3割は賄えているんだそうです。やがてこれが8基になる目標に向かって今建設中なんだそうですが、8基動き始めれば、これは電気やガスも含めてですけれども、エネルギー自給率が 90% になるんだそうです。長崎の五島がですね、こういうことも含めて海士町の人口減が止まった、そして青少会長も鳥取ではああいう子どもたちの教育が行われている、そして日本の一番端っこ五島列島の沖合で浮体式の洋上風力が進んでいる。これらはいずれも日本の将来にとって大きな希望で、これを日本中に広げていくような政治の力、そしてそれは信頼に裏打ちされていなければなりません。もう裏金がどうやとか、ポケットに入れとんでないかとか、税金払えよとか、そんなことで政治が国民の信頼を傷つけているような、とてもこういう大改革に進める推進力が生まれないんです。そういう意味も含めて、これは本当にもうあんまり日本に残された時間がそう長くないと思うんです。社会の変革を進めていかないと、そういう意味ではこの秋9月、自民党の総裁選挙、そして野党第一党のまた代表選挙、そしてやがては衆議院選挙、国民の信を問う時が来ると思います。裏金問題も大きな問題の一つですが、
それにとどまらず、日本社会全体をこれからどうしていくのかということを大きく国民に問いかけ、一緒に悩んだり、一緒に考えたり、一緒に決断していただけるような日本の政治を何としても作っていきたい、そんな思いでこの夏、そして秋を迎えたいと思っております。少々今日は盛りだくさんでお時間をいただいてしまいました。お付き合いいただいたことにお礼を申し上げ、この後、ご意見ご質問いろいろといただきたいと思っております。どなたでもどんなことでも結構ですので、ご発言いただけたらと思います。まずはありがとうございました。声通ってます。ちょっと私なんて思うの、ですね、先生の今説明を受けて大まかに私のどういうですか、腐敗したものがこの明るい様になったというようないろいろ説明いただいて分かったんですけれども、ただ立憲民主党の泉さんが泉だって、はい、これでは政治改革でこれでは納得できないよということで解散だ言って打て出たでしょ。それを数の原理で自民党とある党が握りつぶしたりとか数の原理で却下されたでしょ。我々としたらなんで却下されるんかなと、まっとうな各党についてはまっとうな考えでやってるのに、裏金作った議員がただただ数多くいる党でこれはダメじゃないかと言おうわりには、無視数の原理で無視して却下されると、こういうことがもうたびたびあるもんで現実我慢できんところが今の私の気持ちです。これをどうしたらだありがとうございます。よう言っていただきました。私今回の問題は本当はもっと検察や国税にも頑張ってほしいんです。だって4000万もらった人の数人が逮捕されたけど3000万以下は無罪でますからね。何やとこの国の警察なり検察なり国税はという気持ちにやっぱなるわけです。だけど結局もうまさにおっしゃったように、この間内閣が自民党議員が今大きくおりますから、まさにおっしゃったように数の力で否決されて、もう痛くもかゆくもないわけですね。そしたら検察もダメ、国税もダメ、国会もダメとなると、やっぱ結局最後大変申し訳ないことに選挙で国民の手で決着をつけていただく以外に、道はないわけです。それはある意味民主主義ですから当たり前の循環でもあるわけです。有権者が望めばそうなるし、望まなければそうならないということをもう選挙で投票権の行使によって決着をつけていただかず、それがもう本当に私の立場からすると申し訳ないんですが、そうしたことの意義や意味をお伝えしていくのもまた私の仕事かなというふうに思っております。ただいまのご指摘は本当に痛み入る気持ちでしっかりお預かりさせていただきたいと思います。他にいかがでしょう。ちょっと別の方先にしていただいて、また2回目お願い。では前の方どうぞ。まずね、ぜひお聞きしたいことはね、やはりね、政権交代、やはりね、自民党の議員によるね、立憲民主党さんが頑張って議員を増やしてね、また同数かそれをこそこせるような状況を持っていかないと何もならんと。それで私自身のことを言いますと、選挙権が出けてこの社会生活って約もう80年近くになりますけれども、今まで野党さんに一本も投票したことないんです。はい、でこの機会にやっぱり先ほどおっしゃったように自民党さんがですね、過去ずっと結成連合できた段階で裏金を作るような方法を考えた証拠に現実はあると思います。でもこれやらさんのためには民主党さんに頑張っていただいて、なんとか議数を増やしてもらうということ、これを全員一緒にお願いしたい。それともう一つはね、国民
一番国民が困ってるのはね、消費税問題ですよ。これで現実に私は零細企業の経営者として非常に厳しい経済なんですよ。やはりこのね、消費税が非常に影響してくるんです。これなんとかね、撤廃するような方法を考えていただきたい、そう思います。ありがとうございます。それとね、国会議員でもね、女性の国会議員で一言言いたいのはね、とにかくファッションモデルとかね、勘違いとかしませんけどね、あの議会で発言は良いんですけども、制服の色が違うで、それをあのなんていうんですか、一つの自分の宣伝しようというような感覚でね、意見をしていると、それは本当にもなりませんから。やっぱりもうね、国会議員の中で自費でね、やっぱ制服を考えていただいてね、制服をきちんとした方で男性の国会議員も女性の国会議員も意見するような状況を持っていかないと、あんな国は良くならないと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よう言っていただきました。なんかあの一辺もと言わせたことないというのに、ここまでにお運びいただいたことに、まあ、変な本当にありがたい気持ちで、いっぱい10年、15年だったら必ずやりますから、まだ変えてもらわないかんです。ですからプーチンさんとか習近平見ててお分かりのように、もう権力が長くなっていいことは何もありません。もうこれは国民が自らの身を守るために権力者は定期的に入れ替えるという、ある種の会社で言えば人事異動みたいなもんですよね。もう10年も15年も1人の人が1つの仕事をしたらろくなことないということにも限りなく近いです。で、1つだけちょっとご紹介したいのは、私2012年まさに民主党政権が国民の期待に応えられなくて下野した時、もうあの時は商店街とか行って もう蹴られよったんです。お前、俺たちの期待を裏切ったなと、もうお前たちを選んだ俺はバカだったと言われて、もうあれほど辛い総選挙はありませんでした。それぐらい逆に言うと責任を感じてました。で、その直前に実はある大学のゲストで来てくれと言われて行ったんです、解散総選挙の直前で。その時に大学の先生からメモ1枚渡されて、そのメモを私今の議員室の自席の横の壁に貼ってあるんですね。それ何を書いてあったかというと、昨日おとといイギリスで政権交代したと言ったでしょう。労働党政権になったと言いました。そのイギリス労働党は1920年代なんだそうです。で、未熟で1年で倒れたんだそうです。2回目政権取ったのが1940年代なんだそうです。3年で倒れたんだそうです。3回目政権取って初めて5年10年政権運営をしたんですよ。で、ようやく国民から政権担当能力のある政党として認知されたんだそうです。だからこう言われたんですよ。小川さん2012年ですよ、次がね絶対諦めるのよ。細川政権が1年で倒れた、民主が3年で倒れた、次がねと言われたことをすっごく胸に刻んでおりまして、二度と同じ鉄を踏まず、あの時の反省の上に立って5年から10年安定して政権を運営し、そして必要な改革を安定的に進めることができるような政治を、なんとか国民は持つ権利がありますし、我々はそれに応えていく責任があるわけです。で、そういうことで裏から言うと、国民が自民党なら自民党、もう一つの政党をある意味ですよ、ある意味意識的に育ててきたということだと思うんですね。もう日本は戦後79年70年以上自民党がずっとやってますから、それ以外に選択肢がない状況を国民もまた容認してきた面もあるわけで、やっぱり2つまともな競争相手がおらんかったら絶対選手は腐敗する。10年から15年経ったら必ず選手交代、もう風呂の水入れ替える、窓を開けて換気すると同じように権力者を入れ替える、そういうインフラを何としても作っていきたい、そう思っております。消費税はこの30年もう所得税がすごく下がって、法人税がすごく下がってきたんです。昔法人税5割、今2割、所得税は収入の高い人は昔8割、
今4割です。ものすごく所得税と法人税で下がってきた。一方で消費税が0から10まで来たわけです。で私、この間ちょっとハッとしたのは、決算委員会で決算委員長として、まあ、質疑の進行をしていたわけですが、うちの若い人が、日本の消費税は 10%、ヨーロッパの消費税は 20%、だけど、ヨーロッパでは食料品が非課税、あらゆるものの大事なものが非課税なので、結局平均すると、10% の日本も、20% のヨーロッパも、平均すると同じ 9% なんですと。消費税が高すぎるという話をされたんです、うちの若い議員が。私、これ、なるほどなと思いました。こんだけ法人税下がって、所得税が下がって、所得税もしかも収入の高い人の所得税が下がって、で、消費税がもう、額面 10% でも、ヨーロッパの 20% と同じぐらいの負担を国民、庶民が背負っているということからすると、私はある意味、山本太郎さんの主張には一理あると思っておりまして、これは本当に難しいバランスです。全体バランスで、何でもその財政赤字増やしていいということにもならないし、も大事だし。なんだけど、やっぱり所得税、法人税でお金の人たちが非常に負担が高くなっているのに、消費税 20% の国並みの消費税負担を、すでに中小企業や、それを最終消費する消費者が背負っているというのはちょっと異常だという考えを私は持っておりまして、経験に何パーセントにしますとか撤廃しますとかっていうことをまだちょっと言えるだけの材料が今はまだありませんが、今のご趣旨は今後の国政に反映されるべきだという考えを持っておりますので、ちょっとそれをまで明らかにさせていただきたいと思います。最後にちょっと過敏、過去の過敏に感じるような服装なり立ち居振る舞いなりというのは今の時代望ましいとは思いません。やはりそれぞれ個性と工夫があっていいと思うものを、ちょっと質素で、質実剛健ではありませんが、これは男女問わずですね、そういった服装で落ち着いた佇まいでしっかり言論を戦わせているというのが国会の姿としては望ましいと私も思います。ただいま のお気持ちは、いつどういう場面で女性議員にちょっと言うていいのかとかよく測りたいとは思いますが、お気持ちをしっかりお預かりさせていただきたいと思います。ありがとうございました。他にいかがでしょう。どうぞ。関連をして野党与党についてお伺いをしたいと思います。二大政党制、政権交代が可能な二大政党制を受けます。このお考えには変わりはないと思うんですけども、現実問題、もう一つの大きな塊を作る、これは一歩も二歩も交代をしているのかなというふうに思います。その意味で、この現状の認識と打開策、そのあたりをお聞きしたいかなと思います。で、よく YouTube ファンさんなんかはもうはっきりね、国家の根幹をなす憲法、安全保障、エネルギー政策、このあたりで一致を見なければ一緒になることはないとはっきり断言をされてますよね。ただ最近ね、あの人のチャンネルか誰かとコラボしたか、それは忘れましたけれども、どうももう一回大きな塊をみたいなことを発信をされたと思うんです。で、この意図は私自身は明確だというふうに、でその意味であえてお聞きをしたいんですけども、このもう一つの大きな塊を作るために小川さん自身は、もちろん立憲に自覚を置いた話なんですけども、現状の立憲を良しとしているのか、それともこうした与党と呼ばれるような人たちを少しでも取り込めるような状況にするために右の方に舵を切った方がいいのか、逆にですよ、この例えば申し訳ない、悪いのは分かりませんけれども、選挙のたびに立憲共産と揶揄されてますよね。しかしながら、これを良しとする人たちがいるわけですから、そういう意味で左の方に舵を切るべきなのか、そのあたりも含めて、ぜひお考えをお聞かせください。ありがとうございます。もう大事なご質問でした。これはきちんとお答えしたいんですが、ちょっと私が最近、
2人のインタビュー記事、新聞でしたけど、非常に心に残っていることをまず紹介します。1つは細川守博さんです。かつて日本新党政権ができて1年で倒れました。で、細川さんが新聞のインタビューで、まず何々を一致させるべきだという議論そのものが国民から見るとこいつら本気でないなと思われると、本気の人たちがそんなこと言うかという趣旨の発言を細川さんがされていました。そしてあえてここは、共産党さんのことにも言及したいと思いますが、細川さんが言ったんですよ。前回は共産党は蚊帳の外だったけど、今回大きな野党の枠組みを考えるときには共産党さんにもご相談すべきじゃないかと、共産党さんも巻き込むべきじゃないかということを細川さんが言っていました。この2つは後世を引き継ぐものとして重要な教訓の2つだということを私自身感じております。それが1つ。それからこれはつい最近ですが、引退した衆議院事務総長、40年衆議院で勤め上げた国会職員でトップに上り詰めた人が新聞のインタビューに答えていました。野党の中にはまず政策論争だという人たちがいるが、私はそうは思わないと、むしろ健全な権力闘争をきちんとやるべきだと。引退した衆議院の事務総長が長年国会を裏方として支えてきてそう感じているとインタビューで答えていたんですね。ですからこれは政策がどうだとか政策が一致すべきだとか、それそうなんですよ、理屈を言えば。でもそれは理屈だろうと、多くの有権者がお前たちはいつになったら本気になるんだということを感じても私はおかしくないと思っていまして、細川さんにもう一回戻りますが、細川さんは一致できないことは動かさなくていいんだと、一致できないところはあえて触らないというのも知恵なんだと、一致できるところで何事かを前に進めていくのが現実の政治じゃないかということを細川さんが言っていますので、それも合わせてご紹介したいと思います。で、私は永田町というところは、まあ、本当に曲がりなりに20年ありがたいことに身を置かせていただいて、まあ、いろんなものを見たり聞いたりしてきましたが、まあ、かなり利害相当の世界です。まあ、本当に物事が速やかに前に進んだと感じるのが多々ありました。しかし残念ながら、まあ、人間の差というか、みんな目の前に近寄って利害相当で動くことがやっぱ大きい大半ですよ。そしたらですね、今野党がこれだけ分裂しているわけですが、強い野党第一党が現れれば強いものになびくのは当然のことですから、自民党にすり寄った方が得か、強い野党第一党にすり寄った方が得かという目で考えている人が多数いるとすれば、それはある種の力勝負で、強い野党第一党を作ることが最も野党を束ねていく求心力であり推進力であるというのが私自身、まあ、いろんなことで絶望したり失望したりも繰り返してきましたが、一つの結論なんです。ですから野党を束ねたいと思ったら、きれい事も大事、説得することも大事でしょう。しかしそれにも勝るとも劣らず、国民から支持と期待を集める強い野党第一党を作ることが最も野党を束ねていく近道だということを胸とすれば、今の立憲でいいのかというお尋ねですが、今の立憲でいいはずがありません。自民党がこれだけ沈没しているのに、野党第一党の支持率は昔、民主党は政権交代前、支持率 30% まで来ておりでした。今 5% 内外でしょ、野党第一党の支持率がですよ。で、他にいろんなことを偉そうに言う野党、他の党もありますが、どれもこれも 1% や 2% や 3% ばっかりじゃないですか。どんぐりの背比べなのか、まあ、白雪姫の本拠たちなのか、まあ、そんな状況ですから期待の持っていきようがないわけです。ですからもう一つの中心軸、野党第一党を、まあ、はっきり言えば今の立憲を、それぐらいの力強く期待のできる裾野の広い信頼のおけるものに作り変えられるかどうかが、野党の協力につながるかどうかの鍵を握っていると
というふうに思っております。立憲共産党、立憲共産党という人たちいますが、立憲共産党という政党はありませんので、日本に立憲民主党と日本共産党という政党があるだけですから。でこれをあえてないものをあるように言いたがるのは、思惑を持った悪意を持った人たちの言説ですから、いい加減にしろと。日本には複数野党があり、立憲民主党は野党第一党であり、そこに比較的協力してくださるのが日本共産党。まあ立憲はダメだとか一致しようとかなんとかかとか、ヘリクスをこねてるのは他の野党というだけですから、立憲共産党という政党はありませんので、このそういう悪意に満ちた、意図に満ちた言説には微動だにせず、まあとにかく私たちが魅力のある人たちなのかどうか、期待できる政策体系を備えているのかどうか、そこに集中して、この野党間の協力については結果として出てくるはずだ。私たちが強くなれば、信頼されれば、期待されれば、結果として必ずついてくるという思いで、これは取り組んでいきたい、そう思っております。大事なご指摘でした。ありがとうございます。他にいかがでしょう。どの人でも、どんな人でも、どうぞ。皆さんの今のご質問とはだいぶトーンが違うんですけれども、決算委員長がされたということで、実はガソリン税のことをちょっと聞きたかったんです。私も車乗ってるんで、まあ、結構計算するとガソリン税払ってるんですけれども、ガソリン税というのは今回の決算委員会でもきちっと検討というか監査というかされているのか、あるいは別枠でですね、出向、予算の出向とかが別枠でされているのか、ちょっとその辺だけ参考までで結構です。教えてください。以上です。はい、今回、精力的に決算委員会審議を進めているんですが、直接ガソリン税のことが、残念ながら申し訳ないことに話題になったり、あるいは決議案に採択されたりというには至っておりません。大変申し訳ないと思います。ガソリン税は今、大体リッターあたり50円ぐらいが税金になっております。今160円ぐらいだとすると、3分の1弱がガソリン税。そのうちの半分は恒久的なガソリン税。そのもう半分は暫定的なガソリン税という名目で入れられたものでありまして、なかなか今のような燃料高になりますと、この負担がない方がいいというのが、私は、自身に近くてもそうだろうと思います。ただ、この問題は一方で一緒にこれもお考えいただかなきゃいけないのは、やっぱこの温暖化の問題で、これまで通りガソリン車を中心に石油を燃やしながら移動するということを、果たして人類はいつまでやっていくのかということも合わせて考えなければならないので、私は道路財源としてのガソリン税は見直すべきだと思っているんですが、片や一方でそういうものを大規模に開発していって、自給できる国、国産化できる国にしていく。大体油は9割買っとると申し上げましたけど、総額30兆円ぐらいなんですね。毎年そのアラブの石油王に払っている石油代は30兆円なんです。ですからエネルギーを国産化できれば、この30兆円を海外に支払う必要がないわけですから。それが国内に加入するわけですから、それを財源にした水素自動車とか、それをエネルギーにした電気自動車とか、そういうものに変えていくことで、このガソリン税の負担から国民を解放していくということが一番筋の通った対応じゃないかという考えを個人的に持っております。残念ながらちょっと今期の決算委員会でガソリン税そのものに焦点が当たったということは事実がございませんでした。申し訳ないんですけれども、ご報告とすればそういうことになります。ありがとうございます。他にいかがでしょう。お大変お疲れかとは思うんですが、せっかくの機会です。ではどうぞ。あ、ごめんなさい。あ、じゃあ先どうぞどうぞ。はい、でこの後お願いします。すいません、エネルギー問題のことが出たので、ちょっと、山口県の上関町
になんか今中間、使用済み核燃料の中間貯蔵施設をなんかするかどうかって話になってますし、あとそのやっぱ使用済み核燃料の最終処分場とかは全く何も決まってない状況なので、まあ、私としては一刻も早くやっぱり原子力発電所は廃止の方向に向けてほしいなと思ってまして、で、あの二人式洋上風力もすごく素敵だなと思うんですけど、以前もちょっと提案してもらったんですけど、あの海流発電、日本国って大きな海流がやっぱたくさん流れてるので、その大きなエネルギーを使った海流発電の方もできればその国策として、あのもし立憲民主党が政権に持ってくれたら、あのそちらを、まあ、他のだから再エネの方にも力を入れてほしいなと思います。以上です。ありがとうございます。どうぞ引き続いてください。はい、まあ、僕は小川先生と同じ島、53歳、46年なんですが、今の言って自民党政権を倒すためには、やっぱり僕たちより若い世代の投票活動、行動っていうのがやっぱり一番大切なのかなと、まあ、そこがね、自民党、反自民の投票制度一発でひっくり返るわけですから、なんですが、まあ、そこにつながらないっていうのが、悲しいなと思って見てるんですけど、やっぱ今回の東京都の選挙で、YouTube の中でとてもたくさん出てくる石丸さん、こう見るとワクワクしますよね。小川先生が出てきたというのようなエネルギーを感じています。っていうのを考えたときに、やっぱり地方自治の首長に小川先生のような人たちが後々今の30代、40代から出てきてほしい。でそのためにやっぱり、既得権益と戦う方法がですね、やっぱり何か必要かなと。僕も今の年齢になると、身の回り既得権益まみれなんですよね。で、それに抗えると、浮いていくと。まあ、そういう現実があるので、そのあたりを、もう少し何か地方の、その既得権益と戦う方たちを応援する方法が、ないのかね、この今いらっしゃる、そして場合方の力も入ってないのができないものかなと、本当、思う次第です。はい、ありがとうございます。あの原発については、私はあのこれもおっしゃる覚悟で、今原発を一刻も早く卒業した方がいいと思っています。で、その発電燃料、両方ですね、一刻も早く卒業した方がいいと思っています。でそのなんか目くじら立てて反原発とか反なんとかとかというつもりは実はあんまりないんですけど、それより問題なのはさっき申し上げたどのぐらいの年月で何を材料にどうエネルギーを国産化できる再エネ中移行するのかというプランがないこと、それが最大の問題で、そのプランを明確にした上で今の原発や化石燃料からは安定的に速やかに徐々に卒業していくというのが正しいエネルギー政策というのが私自身の立場です。それで最終処分場の問題はこれは悶絶すると思います。あの全く調査をやって、まあ、何億かの交付金をもらっている町が少々現れている程度の話ですから、これは本当にそこに地面を掘って、で日本はその大陸のプレートの4つの境界線にあるので地震は多いし火山は噴火するし安定的な地盤がほとんどないんですね。だからこういうところでその10万年ってそのホモサピエンス誕生かっていうぐらいの年月ですから、今から10万年千年遡っても平安時代ですからね、1万年10万年その100倍でしょ。本当にそのやれるのかとできるのかということも含めて、もう一つこれはごめんなさい、私も答えがありません。一体どこでどのように10万円交換すればいいのか答えがありません。
ですから速やかに卒業していくということしか見えること言えることはないというのが正直な状況です。そして潮流発電もこれは黒潮とか親潮とかいろんな海流がつねり合う日本列島の近海ですから大いに可能性のあることだと思います。アイデアとしてぜひお預かりしたいと思います。最後に大事なご指摘で、これいつも私申し上げることなんですが、日本の投票率って今日は都知事選がどうなるか分かりませんが、大体5割です。ところが民主党政権が誕生した時は7割なんですね。つまり民主党政権がっかりして2000万人の人が投票所に来なくなった。結果として安倍一強政権が続いた。つまり盤石に見えますが、最大の支持基盤は国民の低投票率です。で、私はその責任を民主党政権にあったと思ってるわけです。それで世の中には投票率が高い国が2種類ありまして、 90% の国が2種類ありまして、一つは投票が義務化されているオーストラリアやシンガポールのような国で、行かなかったら罰金5000円、運転免許を書き換えできないというペナルティを課された国は9割投票に行きます。私それでもその方がいいかなと思う時もあります。やっぱ投票率下がってくると変な勢力いっぱい出てくるんですね。投票率が高いと割と政治は安定するんです。下がれば下がるほど変な声が大きくなりがちなんです。投票率って一部の組織とか一部の団体とか含めてですね。ですから投票率が高い方が民主党の世の中にあっては非常に望ましい、それは間違いないと思います。で、実は2種類あるとは申し上げた。もう一つが、これは私今後目指したいと思っている日本社会をこういうふうにしたいと思っている一つのモデルが北欧諸国なんです。北欧型の社会、ここは投票が強制されていないのに投票率 90% です、ね、でしかも日本の5割というのは年齢別に随分差がありまして、年齢足す 10% が投票率だと言われているんです。つまり10代は2割しかいない、20代は3割、30代で4割、70代、80代になられると8割か9割が投票ということで、押し上げて5割なんですね。ところが北欧は強制をされてないと10代から80代までみんな9割投票に行くんです。それはなぜなのかと私ものすごく関心がありまして、いろいろ調べたところ、デンマークとかスウェーデンの小学校、中学校の教科書、あなた自身の社会と表題に書いてあるんですね。で、あなたの人生がこれからどうなっていくかと、結婚したら、子供を産んだら、病気になったら、親が介護が必要になったら、あなたの人生これからどうなっていくのかと、それは社会とどれほど切り離せないのかと、そしてその社会はあなたの政治参加によってどう変えられる可能性があるのかということを子供の時からコンパクトなことを教えているんです。で、親は家庭で子供にこういうんだそうです。あなたいいかと、支持政党を持ちなさい。それがなぜなのか説明できることなんないんですよ。親が家庭で子供に、日本は真逆ですよね。学校で政治の話タブですから、で家庭で親は子供に、あなた政治の話はしたらいいなって変わった方がいいと思われると言いかねないのが日本の家庭です。で、18歳になったら突然言われるんですよ、投票に行こうって。それがなぜなのか、どんな意味を持つのか、教わったことも考えたことも一度もない、そういう大人を大量生産し続けているのがこの国なんです。ですから私は若者の政治参加は本当に時間がかかりますが、そこのいわゆる学校、地域、家庭でのいわゆる健全な王道だと思っており、そこになんとか力を入れていく日本の国政を、政治を作っていきたいとそう思っております。で、その既得権はやっぱり年齢積み重ねることも当然大事もあります。ただ私ちょっと悲劇的だなと思ったのは、
あの森友問題、賭け問題の時に、まあ、どう見ても安倍さん国会で嘘ついてるじゃないですか。どう見ても。ご本人が嘘でしたと後からお詫びに来ましたよ。もう亡くなった方に言うのもあれなんですが、で、嘘ついてる安倍さんを一生懸命嘘ついて支えた官僚が出世しましたよね。で、本当のことを言いましたよね。ああいうことを国民に見せつけられるわけです。これは私はある意味国家権力者による DV だと、ドメスティックバイオレンスだと、国民総体、国民全体に向けて、嘘でも何でも偉い人のお尻を拭いてくれる奴らは言い目見るんだということを見せつけられた国民のこの絶望感、失望感、たぶん私は本当に罪が深い。逆に言うと上の立場に立つ人間の倫理観とか責任感とかというのはもう本当に恥じなく重いわけで、そうしたものが国民隅々末端まで伝わることで、当たり前のことですが不正はいかんとか嘘はいかんとかいう当たり前のことが当たり前に通っていくものを見せないと国民は救われないし浮かばれない、そういうことを既得権との関係でもすごく感じています。最後にこれも大事なことなので私なりの感想を申し上げたいんですが、ちょっと私なりの見方でむしろ皆さんの胸をお借りしたいんですが、ちょっと私がどう見てるかどう感じてるかというと、まあ、ある種これはいい意味でもなんですけど、20代30代の反乱のように見えます。でそれはなぜかというと、市場若い人が少数派になるというのは人類の歴史始まって以来初のことです。必ず20代30代若い人はいつのどの時代もどの国でも多数派でした。そして高齢者が少数派でした。どの時代もどの国でもです。初めて日本で世界の歴史上高齢者が多数派になり20代30代が少数派になったという初めての事態を経験しています。で勝手ながら想像するに彼らの閉塞感たるや、まあ、端的に言えば税負担も社会保険料負担もこの制度ができた70年前と比べると負担は10倍になっています、まあ、そういうことも含めて非常に過去とは比較にならない時代に今突入しているという現状認識がベースにあり、その背景の中である種20代30代が、まあ芦屋でも26歳の市長が誕生しました。で地元香川で見ていても割と20代30代で思い切ったことやりたいとか思い切ったこと言いたいとかいう人結構いるんですね。ですから全国区で報道されるようなのは氷山の一角、そうじゃないのが多分北海道から沖縄まで全国各地で起きてるんじゃないかなということを地元にいて感じています。でこれは大きく言うと20代30代の閉塞感がこういう形で、まあ、ある種のいい意味で判断につながっていると感じているんです。ただしです、石丸さんにもこれから日本を担える若手の一人として活躍していただきたいと思う一方、議会になかなか理解できない人や納得いかない人がいたでしょう。いたでしょうが、私はです、罵倒したり切り捨てたりしていい対象ではやはりないので、しっかり面と向かって説得したり、あるいは賛成してくれなくても理解をしてくれないというこの大変な手続きを踏む努力や労力をこれから引き受けてほしいなと、若いからこそ志があるからこそこの世の中にこの社会に罵倒していい人、切り捨てていい人は一人もいないんだということは、実はぜひ
若いリーダーとしてこれから活躍してほしいからこそ、そういう願いを持ちながら見ているんです。で、最後にそれがなぜかを申し上げます。最近私はタモリさんが今の世の中はそうでない方もいらっしゃると思います。戦争が起き、非常に一時期と比べると戦争というものが極めて身近で、いつそういう事態に巻き込まれてもおかしくないという不安や恐れを感じておられる方はむしろ多いんではないかと私は想像しています。で、その時に今東京都市にウクライナの妨害行為、平気でなされたり、ちょっと以前では考えられなかったようなことが徐々に日本社会でも起き始めています。昔世界の歴史上最も悲惨を極めたのはおそらくドイツのナチスのヒトラーの歴史だと思いますが、実はヒトラーを生んだのは当時世界で最も民主的だと言われていたワイマール憲法という民主国家ドイツがヒトラーを生みました。当時のドイツでは女性に参政権があり、世界に先駆けて男女平等、生存権、労働者の団結性、ものすごく先進的だった。人々が生活に苦しみ、そして国家予算の20倍さらになってますが、その倍、2000兆円の賠償金を課せられたんですよ、ドイツの当時。第一次世界大戦に負けたこと。もう窮乏した国民のその怒りと憤りは、暴発寸前だった。当時、2% だったナチスの得票率は、次の総選挙で 40% になって、ヒトラーが総統総理になり、共産党員を逮捕して、そして全権委任法、国会で何も相談しなくても自分で決められるという法律を半ば暴力的に成立させ、そして当時緊急事態条項が憲法にあったわけですが、国民の権利自由は制約できるという規定を悪用してナチスの独裁国家が誕生していくわけです。で、そこで私申し上げたいのは、おそらく当時のドイツが民主制でなければヒトラーは誕生してなかったんじゃないかということです。アメリカがもし民主制でなければトランプは誕生してないんじゃないかということです。これは極めて逆説的で、私も誤解を恐れながら申し上げなければなりません。民主制は昔司馬遼太郎がこう言ってるんです。平和と豊かさを前提とする。平和が崩れ、豊かさが崩れたら民主制も法の支配もない。人々が正気を保てている限りにおいて民主制は有効に機能する可能性がある。人々が正気を保てなくなってしまったら民主制は一夜にして狂気と化する。そういう時代の機運を私は非常に今恐れを持って感じており、つまり社会に今までだったら主流派と改革派の戦いを見てきました。しかし主流派も改革派も体制内じゃないかと、体制内で主流派と改革派が牽制し合っているのはもううんざりだと、むしろ秩序そのもの、体制そのものを破壊してくれという破壊衝動に人々が駆られ始めたら、容易に民主制は脅威になれる、狂気になり、トランプやヒトラーというような思想を生みかねない恐れをはらんでいるのが民主制だと。だから民主制は私尊いと思います。絶対に大事に育んで後世に引き継ぎたいと思っています。しかしだと思えばなおさら平和と豊かさを崩してはいけなくて、平和と豊かさを絶対に保たなきゃいけなくて、人々が正気でいられるように、人々が正気を失うことが絶対ないように、平和と豊かさを併せ持たないと私は民主制は機能しない、どころか狂気と化すということを恐れなきゃいけない時代に入った。
だから石丸さんを含めて若いリーダーには志を持ってほしいし、戦うべき対象をしっかり定めてほしい。だけど常に戦闘と理解と納得というプロセスをおろそかにせず、そして人々の破壊衝動や不平不満に訴えることが危険なことだということをよくわきまえた、そうした立派な指導者、立派なリーダーにやがて育ってほしい、そんな願いを持っております。ですから今の状況を単純にいいと言い方にものを感じているし、今日の都知事選の結果がどのように出るか、そこに反映された都民の民意というのは一体どういう状況にあるのか、どういうふうに追い込まれているのか、そんなことも含めて読み取らなきゃいけない、そういう気持ちで現在の状況を眺めております。ですから改革者がきちんとした改革を行えば、これもおかげさまで長くなったのは本当に申し訳ないんですが、実は第一次世界大戦と第二次世界大戦を通して一番小さく縮まったのは格差なんですね。これは恐ろしい現実なんですが、戦争によってあらゆるものを破壊し尽くすと、格差が一定の限度を超えると人々が破壊衝動にとらわれ、そして正気を失い、場合によっては戦争や革命にいつ至ってもおかしくないという状況になりかねない。人類の歴史上、多分戦争や革命を避けるためにきちんとした課税、きちんとした再分配に成功した実例は一つもないと思います。すべて戦争か革命によって行き過ぎた格差を解消してきたのが人類の歴史です。私たちは初めてそれを納得によって合意性、それを初めて日本社会という意味の世界に貢献する、そのぐらいの志を持って、逆に今危機感を持って今の時代と向き合いたい、そういう考えを持っております。十分納得いただけたところとそうでないところとあるかも分かりませんが、これは新しい現象ですので、それぞれなりにいろいろと考えたり話し合ったりしながら新しい道筋をつけていかないかなと思います。大変長時間になりまして申し訳ありませんでした。暑い中お疲れのところ本当にありがとうございます。まだまだご意見ご質問もしかしたらあるかもしれませんが、何分にもこれ以上長くなるとちょっと皆様がお疲れになりすぎてもいけませんので、一旦ちょっとこれで置かせていただきたいと思います。また秋以降も毎月のように高松市内または小豆島各地域にお邪魔しておりますので、もしよろしかったらぜひ地域を離れてでもご参加いただきたい、いろいろお声を届けてやっていただければと思います。それではいよいよ夏本番、まもなく蝉も本格的に鳴き始めるんじゃないかと思います。どうぞくれぐれも体にお気をつけいただいて、お元気でお過ごしいただきますようにお祈りを申し上げ、本日のお礼にまた今後の決意に返させていただきます。本日は長時間皆様誠にありがとうございました。ありがとうございます。